来たわ。今動画撮ろうと思ったらすぐ来た。すごいね。ひじててててて、どうもさぐわでーす。今日はネットでこんなもん買いました。じゃじゃーん、バウリンガル。これですね、俺一回動画で買ったことあるんですけど、犬の言葉がわかる機械、昔ワキオとこれを持って動物園に行って、動物園の動物たちは何を言ってんのかみたいな動画を撮ったことあるんですよ。ちょっと服の言葉を理解しようかなというわけで買ってみました。アマゾンとかで買おうと思ったら、これマジ5万とかするんだけど、メルカリで3000円で買った。2002年のおもちゃなんだ。これ服が主役の動画やで。そうだよ、いつも出しゃばるんだから、今日出しゃばってもらわないとダメなんだ。ちょっと服今ちょっとだけ興奮してんのかな。なんで？お腹減ってるから。あ、お腹減ってんのか。飯よこせーって言ってる。うち首輪あるっけ。あれ、首輪につけるやつだ。これ前の首輪捨てちゃったか。パグはちょっと首弱いんで、うち首輪使ってないんだよな。ちょっとうちちょっと首輪ないんで、すいません、福さん、これでいいっすか。ごめんね。よっしゃー、ごめんね。嫌だよね。ありがとう、静かにしてくれて。今服につけました。あら、かわいい。服の声が聞こえるはずです。今音声入力中ですね。ちょっとゆうかちゃん外出てみて、吠えると思うな。お、来た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 。ミニ、これちょっと画面映んないね。なんだかイライラするのって書いてる。え、服ピンポンでイライラしてたの。じゃあちょっとあそこに置いたんで、ちょっと吠えると思うんで待ちます。来た。なかなか本当は仲良くしたいのにって書いてる。深いビビってるけど仲良くなりたいの。仲いいよ俺とお前は。喋ってることわかるから。まあね、これ使わなくてもね。やだ、モンモンモンだって。いいかも。じゃあいいよ。いいよ。お、ね、が、いって書いてるよ。お、ね、が、いってちゃんと点ついて、うん、感情込めて吠えるね。うん、お腹すいたって言いたかった。やだって言ってるじゃんって。いいかも。じゃあやりたい。気持ち込めてやって。おー、あいーって言ってる。あいーって言ったの。あーって言ってる。お、え、なんて言ってる。いやーって書いてあった。いやー、あっち行って。すごい。けどちょっと面白いわ。まあなんか当たってる気はするけどね。まあけど俺らが思ってるような感じってことかな、やっぱ。ご飯食べる？ご飯？私は何をしたらいいの？いやいや、俺らがご飯あげるって。お前は何もしないでも。